こんにちは、市役所です。前半は新規就農支援について、市内で新たに就農された方と農業水産課の担当者にお話をお伺いします。まずは古東地区の小道町で新規就農された関澤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関澤さんは最近就農されたということなんですが、どういった農業をされているんでしょうか。はい、今のこちらのハウスの中で、トマトのですね、溶液栽培という、スタイルで、やっております。トマトは、土耕ですとかハウスでいろんな作り方があるんですけれども、私の方では溶液栽培という形でやらせてもらっています。なるほど、それがこちらの形ということなんですね。はい、そうですね。はい、どうして農業をしようと思われたんでしょうか。はい、もともと食に興味がありまして、自分でこう起業したいなという、考えがあったんですけれども、その中で食、に、興味が、あったので、食に関わる部分でですね、何かができればなということで、農業を選んだという形ですね。はい、ではなぜ東近江市を選ばれたんでしょうか。はい、妻の実家がですね、四日市だったので、その関係でですね、そこをきっかけとして、東近江市の就農ツアーの方に参加させていただきまして、そこで市役所さんの方にですね、いろいろとこう接点を持たせていただいて、今に至るという感じですね。ご縁があって、はい、ということなんですね。そうですね。はい、農地ですとか施設準備されるの大変だったんじゃないですか。いや、そうですね、多分普通にやると大変なんですけれども、市役所さんの方で非常にこう手厚くサポートしていただいて、はい、こちらのハウスも実はもともとは引退されたリタイアされたオーナーの空きハウスを改修した設備なんですけれども、ここの紹介も市役所さん経由で紹介していただいたというふうになってます。なるほど。では実際に始められてみてどうですか。そうですね、生き物を扱っているので非常に大変な部分はあります。24時間ずっと稼働しているという状況ですけれども、はい、その分やりがいはやっぱりありますし、トマトが成長していくとともにですね、自分も、なんかこう成長させられているなという感じもしますので、非常に楽しいかなというふうに思っています。すごいです。では最後に今後の目標を教えてください。はい、今私の方で作っているトマトがですね、もう将来的には全国各地に販路が広がってですね、市街にとどまらずですね、いろんなところで、私のトマトをですね、食べられるような、状態にまずは安定してですね、生産が続くように、頑張っていきたいなというふうに思っています。これからも頑張ってください。はい、関澤さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いて農業水産課の中村さんです。市内の農業の現状を教えてください。はい、東近江市は農地の広さが近畿で一番、農業産出額は県内で一番を誇り、農業を基幹産業として位置づけています。はい、一方で農業人口は10年間で半分まで減ってしまう可能性が指摘されており、今年6月に実施したアンケートでは担い手のうち4割が人手不足で、6割が後継者が決まっていないことが分かりました。それは大きな問題ですよね。はい、そこで東近江市では県や JA などの関係者と協力して農業に興味がある人を募集し、就農に向けたお手伝いをしています。そうなんですね。はい、農業を始めるためには農業技術や経営知識、農地の確保などいろいろと準備が必要で、ご相談に合わせてそれぞれのメニューをご用意しております。はい、市内に限らず非農家や市外からの移住者の受け入れも支援しています。関澤さんもそのうちの一人で、この場合は農地や住居の確保だけでなく就農する地域に馴染んでもらうことが重要で、早い段階から集落営農の代表者など地域の代表の方に紹介するようにしています。農家さんからの相談にも乗ってくださるんですね。はい、お子さんや親族の方が後を継ぐ場合、後継ぎがいない場合、すでに農業をリタイアされてハウスなどの設備をどうするかなど、さまざまなご相談に対応しています。最近では関澤さんのように非農家で専業農家になりたいという熱意ある人への第三者継承という形で、今まで大事にされてきた農業経営を引き継ぐご相談も増えてきています。お困りの方はぜひ一度ご連絡ください。新規就農支援についてお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。